違う21日、何ですか、明かりの日、明かりの日といえばこの人、自己紹介、香川です。どうも VTR スタート。はい、ということで今日は明かりの日ということで、うん、もう今日も、ね、来てもらって、はい、ありがとうございます。こんにちは、香川君に来てもらってます。ありがとうございます。香川です。ということでですね、今日は何をするかというと、はい、じゃあ明かり日なんで、うん、明かり自体を作るのはちょっと難しすぎるんで、はい、明かりに照らされた時により綺麗なものを作った形ということで、あの電動グラス的なね、はい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 、こちらに透明の折り紙があるんで、うん、これね、こういうのを使ってより綺麗なものを作った人の勝ちということ。なるほど。制限時間は5分。おいおい1分、どっち。あー、5分。現実的で。じゃあ5分後お会いしましょう。はいはい、ということで5分後ということでね、始まりましたね。はい元気がいい。私が作った、何ですかこれ。何でしょう、これはね、はい、すごいよ、芸術的。まさかあんな、うん、立体を作るって発想がすごい。ここ刺していきましょう。こう人工芝の上に、こう人工的なお花みたいなのがいいと思います。刺されてる。なんでめっちゃいいの。わ、演出もすごい。演出もすごい。うわぁ、ストーリーだ。今の演出はでも関係ない。明かり減らされた時にどんだけ綺麗かが、なるほどね、原点です。で、こちらですね、僕は。これですね。戦闘感がありますね。で、これもね、明かりた時にここですね、ここ。ここ明かりたやつ時に、うん、覗いた時に綺麗。それ明かりが見えるだけ。それはわかりません。あ見る側の視点に立ったって。見れば こ, 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 これが楽しいの、明かりたやつ時にね。タイトルはの、タイトルありがとう、秋祭り。いいね。こうやってかぶるんで帽子です。おしゃれおしゃれ。やっぱ一番光に照らされるところはどこかなって思ったら、うん、頭なんですね。すごい。なるほどね。で、秋祭りっていうのはこういうひらひらがバラバラなって、なってなってすごい。一番ちゃんと考えて、一番ちゃんと考えてくると。そう、じゃあ明かり照らしてみましょう。はい、you